さえ気づかない夜、人は嘘を自分につき、歳のせいにしていたりする。とんとご無沙汰どうしてました。気にはしててもついつい気遅れ、臆病風、外は雨、外は雪、外は晴れ、外は雨。とんとご無沙汰僕のうちなる恋心。
そんな僕の手紙が好き。曇りガラスの窓を叩いて君の時計を止めてみたい。ああ僕の時計はあの時のまま風に吹き上げられた埃の中、二人の声も消えてしまった。ああ晴れは晴れだったんだね。懐かしいサウンドというか本当に楽しい相当長い間生きてはいるんですけども、途中でいろいろ挫折したりとかですね、自分でも壁だなとか思ったりいろんなことがあるんですが、そういう時に必ずそばにいる友人というか、そういう人たちに助けられるんだなということが、最近は身に染みて分かるようになってきて、若い時は一切誰の助けもいらないとか言ってそういう歌も作ったんですが、みんな間違いだったという訂正を許していただきたいと思うんですけども、そういう感じで、こういう今度もリハーサル始まってね、古い仲間や新しい仲間いるんですが、ちょっといっぱい飲まないとか言って終わった後飲んでると、なんかそういう話が出てきて、できたらこのような編成で全国ツアーをやりたいもんだねっていう話だった。皆さんがライブであまり聴かなかった曲を友達への気持ちも込めて歌ってみたいと思いますが、曲順はこれで合っているでしょうか。どこでもお前がいたのさ、だらけてはしゃいでお前がいたのさ。真面目に生きてよ、お前は飛び出した。勝手にしなよよっていたのさ。どうして俺の寝息聞いたのさ。やり直せないのに濡れたりしたのさ。夜明けの歩道をしょぼついた目をして、夜明けの歩道なんてなくなる。泣けてきたよ空が青くて、泣けてきたよ肩を抱いたら、今日は晴れさ泣けてきたよ。始発の電車にお前の時間と
夜明けの光にうつむき黙って戻れる場所へ旅立ったのさ。いつまで俺は俺にこだわって今でもお前はお前でいるかい。あの日が時々呼んでいるようさ。わずかにうずく痛みとともに胸に落ちた熱い涙に胸に落ちた熱い思いに今も濡れて泣けてきたよ。今も濡れて泣けてきたよ。どこでもお前がいるのさ。今でもそばにはお前がいるのさ。生きるスタイルは変わることはない。不器用なままあの日のままさ。レコーディングもまあいろんな場所でやる機会に恵まれて、ニューヨークへ行ったりロサンゼルスへ行ったりバハマの方へ行ったりいろいろしたんですが、まあその時は長かったのであまり自分でもなんていうか若気の、勢いがあったのでその時は、バハマという場所をあまりこう理解できないというか、なんでこんなところに俺来ちゃったんだろうっていう寂しさだけがあって、ファックスも何も通じない場所でしたが、そこでレコーディングしたことを今思うと非常に光栄だったというか、とてもいいメンバーに巡り会えて、それはまあロサンゼルスのミュージシャンたちでしたが、彼らが一番好きだった曲を歌います。
してこうなってしまったのか、心に痛みを感じながら今夜のベッドに入ろうとしている。振り返る旅ごとに美しいようなもはゆいようなじれったい気分になってきたよ。わけもなくここは東京、意地っ張りが素敵だった頃、毎日が自信に満ちていて、本当のことなんて意味のないものだった。今ここにいる気にはなれないよ、昔のようにはやりたくない。思い出は溢れるほどあるけれど、わけもなくここは東京。君が求めているのは僕じゃない、僕は何かの代わりに場所にいれば悲しくはない、黄昏れた友情もあるし、誰かがきっと会いに来るはず。失ったものは少なくない、それでも過去止めるなんて、このまま何かを待つなんて、わけもなくここは東京。どこについても話さないで、少しばかりやましさを感じ、裏切りの気持ちも抱いているから、変わらないでいる、やり直さないということと違う道なのは知ってるさ。わけもなくここは東京、君が求めているのは僕じゃない、僕は何かの代わりになれはしない。海より深く、幸せの街は遥か遠い、振り切ってこの街を出て行こう、わけもなくここは東京。
ていう名前で来たからしょうがないっていうか、哲郎とかそこら辺でもよかったの。割とあるよね、あの自分の名前って飽きるっていうか、それから非常に気やすくタワクロタワクロって言われたら何なんだろうとこう思うことある。そうかって、まあ、吉田さんっていうのはなんか寂しいしあるんですけどね。今度はですね、またちょっとあのせっかくの編成だっていうことで、懐かしいけどもこういうバンドじゃないと感じは出ないっていう、さあ次の曲は結構いきますよ。喫茶店でトーストをかじりながら朝刊を拾い読む、こんな暇つぶしの氷に君が好き、君が病んだ街を見下ろしながらノウサギが吹き鳴らす、草笛のように笑う、そんな壊れやすい俺、君が好きだ。退屈が誘う夕暮れにワインを飲みながら寂しさを潤している、こんな暇つぶしの街で、ノウサギが吹き鳴らす、草笛のように笑う、そんな寂しい夜に君が好きだ。今日はあの始まってしまったんで今更もう間に合わないですけども、始まってしまった直後にふと気がついたことは、あとでちょっと歌う曲を1曲だけ練習してないっていう曲があって、それはまあ後でやるんですけども、そのことが気がかりでエンディングの時はもう人の演奏を聴いてないって、どうだったっけなあの曲はっていう感じが今よぎってるんですが、これから歌う曲はもう練習の必要がないというぐらい
歌ってきた曲で、しかし最近変ですね、僕も、まあ、前から変ですけども、最近はあの自分の古くてもういいよって言ってた曲がだんだん好きかな、結構ね、まあ、ちょっとね僕的には変化してるなと思うんですけども、これから歌う曲は、今日まで、そして明日から。時には誰かにしがみついて、私は今日まで生きてみました。そして今私は思っています。明日からもこうして生きていくだろうと。私は今日まで生きてみました。誰かを嘲笑って、時には誰かに脅かされて、私は今日まで生きてみました。そして今私は思っています。明日からもこうして生きていくだろうと。私は今日まで生きてみました。誰かに裏切られて、時には誰かと手を取り合って、私は今日まで生きてみました。そして今私は思っています。明日からもこうして生きていくだろうと。私の生き方がある。それはおそらく自分というものを知るところから始まるものでしょう。けれどそれにしたってどこでどう変わってしまうか、そうです、わからないまま生きてゆく明日からのそんな私です。私は今日まで生きてみました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 。そして今私は思っています。明日からもこうして生きていくだろうと。
さはなくて、言葉の中では何を待てばいい、ただひたすらに君が好き、夢は眩しく木漏れ日透かす少女の黒髪、もどかしく、ああ君の欲しいものは何ですか、君の欲しいものは僕もとてもいい人だなと今、今日歌ってる歌の中の多くは、岡本治美という70年代に一緒に曲を作った人の曲から松本隆という、80年代に、2人で思いっきりアイドル路線を歩もうということを話して、いわゆる流行り歌っていうのをやっつけようと思って一緒にやった時代の、それから、亡くなってしまいましたが安井和美という、とても素敵な女性
それから僕が自分で作った詩というのを集めてやってるわけですが、最近その岡本治美さんともまた復縁しまして、岡本治美さんが作ってくれた歌の中で、まあ、今新しいアルバムを彼と一緒に作ってるんですが、捨てられない難曲があって、岡本ちゃんは今日は、神戸で違うライブを見てるそうです。なんだろう。それでは往年の名曲を行く。女だった君の換気された歌を聴いていると、酒さえもいらないと思ったものあった。もう一度君が僕の退屈さをくれるなら、全てのラトエロキッテムエそう先にいた頃のこの部屋の扉はいつだって夜に向かって開かれて、マネキンさえ踊る天でハッピーになれないんだよ。天
将棋がやってきた。祝おうよ今日の日を、よかったね元気だね、おめでとう送りましょう。いくつになってもハッピーバースデーとユー、いくつになってもハッピーバースデーとユー。しててごめん、君が君になった日を、人生に正面から向かい合って歩いてる。いくつになってもハッピーバースデーとユー、いくつになってもハッピーバースデーとユー。みんなで乾杯しよう、くじけないで頑張る君、勇気に拍手を送ろう。いくつになってもハッピーバースデーとユー、いくつになってもハッピーバースデーとユー。幸せ運ぶのも君、いつまでも変わらず元気でいてくださいね。いくつになってもハッピーバースデーとユー、いくつになってもハッピーバースデーとユー。ある時期にですね、六本木に、まだディスコっていうのがたくさんある頃で、結構入り浸りだったんです。何のあのとこ僕は好きなのか知りませんが、要するにそのなんかやさぐれが好きっていうか品がないのが好きなんですけど、当時、サーファーっていうのが丘サーファーが入って、女性がみんなサーファーカットで非常に好きだったんです、サーファーが。僕は泳げないしサーフボードに乗ったこともないんですが、遠くから幸せを祈ってるだけなんですけども、そこで知り合ったサーファーの子が、僕はその頃30いくつくらいなんだろう、もう何年前の歌か分からないので思い出しませんが、その頃そのサーファーが10代か20代前後ぐらいで、いやーサーファーっていい性格してんだなっていうふうに思った時代があって、別にサーファーがみんな性格がいいっていうわけじゃないんだけど、その子は本当にいい性格で、友達になれてよかったなって、まあちょっとここからあと編集してもらいますが、当時奥さんがいらっしゃったのでまずいなと思いながらも、
そのサーファーの方に気持ちが入って、なんでうちの奥さんこんな風に気持ち優しくなれないんだろうとか、いけないことを考えてしまってごめんという思いました。そういう時代を思い浮かべながら、本当にこの歌をリハーサルから恥ずかしかった曲で、リハーサルしてる時に恥ずかしい歌っていうのは何曲かあるんです。それはなんで恥ずかしいかというと、演奏が妙に静かなんだ、歌だけが素で聞こえるという、しかも歌の内容が非常に恥ずかしいんですが、今日は勇気を出して、Why?ってことのない出会いって言うんだろう、ただ笑ってる君がいて、いつものように僕は寄っていて、少し日焼けした肩に髪の毛がふわり、それが心をくすぐ、そんな感じが懐かしかったな。時間は動いていたんだろうけれど、僕らは子供みたいにはしゃいで、それができたのは君のおかげだね。変にお互いを探り合わなくても、何かこれでいいんだみたいな、とっておきの言葉も出てこなかったっけ。拓郎って呼ぶと陽気になるんだねって君に教えられたよ。そういえば君はいくつだったっけ。僕のイメージってそうらしいよ、女の子の間では陰気で怖いんだぜ。僕の趣味は雨の日のドライブとダイエーでのお買い物、君は僕のソックスを笑ったね。今度連れてってあげたいな、女の子の気取り屋は何かといえば流行りのブランドものでしょう。嫌いだとか大事なことなんだろうけど、ちっとも聞こうとしないんだね。どうしてそんなに性格がいいの。僕はそこに憧れちまって、だけどやっぱり心配にもなっちまった。知ってるよ、本当の君の
寂しさを優しい心の奥をだからいつも言葉も少ないんだね慰めたり慰め合ったりつまんないことだよねこのままが一番に思えるものね岡本沙美さんという人は、元気で活躍中で松本隆君も元気で活躍する安井和美さんは天国に召されましたが安井和美さんにはいろいろ教わる女性の立場からいろいろ教わってそれまあ遊びも、生きることとかもいろいろ彼女はまあ経験豊富な人ですからだったですからいろいろ話しかけてなんで僕なんかを安井和美が捕まえてもてあそんだんだろうと思うんですがまあなんか彼女の中にヒットするものがあったのかなと思いますけどもよく電話かかってきて夜中に呼び出されたりして今どこそこにいるから来いって言って行くとかなりアルコールを召された彼女が、お店中の若い男性をはべらして女王様のごとくこう振る舞ってるんですすげえ人だなと思いながらもしかし一緒にいることが非常に楽しくてまあ旅の話や外国の話やそれからまあいろんな恋の話とかも聞いてるととてもなんか楽しくて一緒にいてこんな充実感を味わえる友人というか先輩はいないなと思いながらも、残念ながら亡くなってしまってその時は本当に、悲しかったんですが、まあ、今でもなんとなくあの人の顔はこうポッと出てきていらっしゃるようなその辺からタクローって言ってきそうな感じがあるんですが僕よっかは一世代上の人ですから時代的に言うとまあ芸能界ではグループサウンズとかが流行ってる時代の女王様だったそうですそれで素晴らしい賞をたくさん残されてますがそういうなんか僕たちが出てきたことによって業界が相当嫌な雰囲気になったんだと怒ってらっしゃいましてもっと綺麗な世界だったのにあんたたちが汚くしたとか言われていろいろ言われましたがそれもなんかどっか当たってるような感じで、彼女との思い出は非常にたくさんあるんですけど安井和美を作った曲を2曲やってみたいと思いますくれつらの夕暮れ時またもや俺だけはみ出した半端なバーボン目の前にああ俺の居場所はロンリーストリートカフェ壊れかけた椅子の背中が恋人みたいに俺を抱く分け知り女の深な酒が俺の居場所はロンリーストリートカフェ疲れた夢を騙し騙し歩き続ければ雪吊りの優しい言葉に身にしみるわ俺の居場所はロンリーストリートカフェ誰からも遠く離れて
いつかどこかにたどり着くわ、俺の居場所にたどり着く。ひくれつらの夕暮れ時、またもや俺だけはみ出した。半端なバーボン目の前に、俺の居場所を探してる。俺の居場所を探してる。俺の居場所はロンリーストリートカフェ。俺の
朝はそのままがいい。スタジオはずいぶん前に一度ここでライブをレコーディングをしようということでやったことがあるスタジオですが、その時はまあもうちょっとおとなしくやったのを覚えて、そこで、やった曲が非常に僕は好きなんですけども、みんなは嫌いらしいんですが、僕は好きなんです。で今日は僕は好きだからみんなは嫌いでも僕は好きだから歌うんだってばだってばよ。ハワイに、かなり長い間こう憩いの場所を求めてもう何十年もなるんですけども、決してその明日いうところに永住したいとか、老後をあそこでとか、あるいはコンドミニアムか何かを買って優雅な生活をっていうの発想はありませんで、ただひたすら1週間でいいから行きたいで、1週間経つと帰りたい、日本がいい東京に帰りたい、まあ、東京帰ってくるとまた行きたい、これをこうずっと繰り返しているだけなんですけども、それでもまあ一応ハワイ好きということになってるんですが、ハワイに行ってもちろんいろいろハワイは4つ島があっていろいろあるんですけども、特にそのマウイ島というところに行くと、なんかね本当にね、俺すごいこう生きてることとか、そんな大げさなことじゃなくても、あ俺なんかいいなっていう感じになれるんですよ。そう不思議な、多分だからそれが熱海の人もいるしいろいろあるんだと思うんですけど、僕としてはマウイなんですけど、そこにいるだけでも空港を降りた瞬間にうわーっていう、僕もそのある種の病気かなと思うぐらいそこにこう溶けている感じが好きで、しかし1週間すると家帰りたいなっていうのがあるんですが、そういう、まあ旅を
さほど好きでもない僕が唯一好きになった場所だということで、まあ生涯元気でいる限りはマウイに時々行きたいなと思うんですが、そのハワイに行った時に買ってきたこれがウクレレなんです。どういう話なんだろう一体。そういうわけで、今話していて俺もどうしていいか分かんなくなって、なんでマウイの話をしたかなっていう気がしたんですが、旅をする男の歌だから女の人にはきっと分かんないよ。僕最近思うんだよ、あのね、男と女は違う生き物だからね。いや別に偉そうに言ってもしょうがないけど、当たり前なんですけども、分かんないんだよね男と女って。本当に女の人、俺見てて、女の人見てて、あ、女の人はやっぱこういう生き物なんだっていうのがあるよね。でまた逆に言うと、女の人が見た男って本当にしょうがないっていうのも含めてそういう生き物なんだなっていうのがあって、まあ例えば野球なんかにこう見ながらビール飲んでる親父っていうのはなかなか女性理解しにくい姿なんだろうなと思うんですが、あれはあれでまたビールうまいんだよねっていうのがあったりして、難しいね男と女は本当に。まあ僕も今幸せな家庭生活を今ふと暗い感じになってやばいなと思ったんですが、そういう心配はないかなと思うんですが、それでは女の人は全く身勝手ねと思いながら、それでもまあせっかく来たんだから聞いて帰んなよ。それじゃ。思い込むことはない。
やけパチで失意の時も友情や信頼の尊さ星降る街で育んだトラベリンメン捜査男は希望の明日を信じてる Yes, I'm lonesome traveling man Yes, I'm lonesome traveling man最初東京へ出てきた頃とかは、まあ、今の自分なんか想像するよしもないわけだから30になったらいないだろうとかその10年先とか20年先なんか全然考えもしないで生きてましたからまさかまだ歌ってるっていうのも本当ごめんなさいねっていう感じがするぐらい歌ってるんですけどもしかし その過程でね、まあ、例えば今リハーサルをずっと繰り返してきましたが瀬尾ちゃんあたりとねこう終わった後、まあ、ビールでもってて飲んでると必ず話は一つのテーマに落ち着くんですけどこれはよくありがちなおっさんたちのパターンなんですけどまずビールが進むにつれある人物の悪口あいつ嫌いなんだよねって話が俺もそうなんだって言うんでそうかお前もかとかって飲んじゃうっていうその人迷惑ですけどもそういう話とこれからの人生っていう本当にどうなんだろうねっていうねまあ正直言って明日が見えなくなるようなアルコールになってしまうんですがそれでもまあそういう話をする年齢になってるんだなっていうのが打ち返ったりしてこう気がつくんですよ。あ、若い時こんなテーマじゃ酒飲んでねえなっていうのがやっぱ年代なんでしょうね。これはしょうがないんでしょうが。それじゃあ、どうしてこんなに悲しいんだろう。寂しいのかい？いや。
高いのさ。明日はもう一度触れたいな。独り言です、君止めないで。時にはこんなに思う。作ったりして青春を過ごしてきた拓郎さんも今はすっかり明るいことが大好きな、おじさんになったという歌を今度は歌いたいと思います、朝日がさん。朝日がさん、おはようさん。社会の皆様、おはようさん。君のおはようは元気ですか？How are you？ 今日は新しい一日であります。最初のステップ、気合のステップ、踏み出す時が来た。朝日がさん、おはようさん。朝日がさんさん、おはようさん。朝日が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 さん、おはようさん。
サンサン、おはようサン。ちょっと昔っていう時代は、まあ僕もそうでしたけども、日本はまだ多少のほほんというか、アメリカとか欧米のいろんなことに憧れを強く持って、いろいろ間違いもあったんだけども、まあ音楽とか文化に憧れて、でそういう若者たちがアメリカとかの音楽を聴いたり、あるいは生き方、ライフスタイルを真似したりして青春を送った時代があったわけですが、僕もその中にいて、まあ広島にいるときは、学生時代は岩国の米軍のキャンプというところで演奏したりしながらギターを弾いて、なんか自分は一体どうなるのかわからないけれども、なんか音楽とかとずっと一緒にいたいっていう、そういう時代があって、まあギターとか音楽とかそういうなんか一つの形にこう憧れていた時代がありましたが、ただ今思うと本当に何をやってたんだろうっていうのがたくさんあるんですが、しかし当時はそれをやることがすごく精一杯で、なんか充実感はあったんだなと思うわけです。これから歌う曲は松本隆君が作った曲ですが、僕は大好きで、これも皆さんあまりお好きじゃないかもしれませんが、僕は大好きで、いろんなものがフラッシュバックしてきて、当時のなんかこう、要するにすごく熱いアスファルトをギターケースを持って歩いてるっていう感じが、なんか乗り物の乗り心地っていう、非常になんかこう絵が浮かんできて、大好きなんですが、これはなぜか CD では非常に短いバージョンの歌になってしまって、これは松本君と僕の失敗でしたが、ライブではめちゃくちゃ長いんです。それでは、エルトン永田のピアノをフューチャーしたという言い方しようかな。サマータイムブルースが。かなりヤバい線になってきた。塀の上に朝日が差すよ。朝まで眠らないと頑張った。君も猫のように寝息立ててる。サマータイム、手当たり次第に声かけて。サマータイムブルース、みんな振られたよ。君も寂しかったんだね。砂浜のキャンプで抱き合った。君も僕もそれが初めてだった。何もかも終わった。星の夜、誰かが PPM 歌っていたよ。サマータイム、手当たり次第に声かけて。
歩いたよ。なぜかバスに乗るより自由な気がして、こんなバカなことができるのも二十歳になるまでさ、それでいいよね。サマータイム当たり次第に声かけて、サマータイムブルーズ、みんな振られたよ、君も寂しかったんだね、僕も寂しかったんだよ。振り出しに戻るタイ
あの小さなどこかで会おう。生きていてくれ。ろくでなしの男たち、身を持ち崩ししまった男の話を聞かせてよ。サイコロ転がして売り上げにもらったサイコロ二つ、手の中で振ればまた振り出しに戻るたびに日が沈んでゆく。戻るたびに日が沈んでゆく。一緒にリハーサルからずっと頑張って今日までやってくれたミュージシャンの皆さんに温かい拍手を送りましょうか。今度お会いするときは旅のそばだということでツアーでお会いしたいと思います。最後の曲は人生だ。あの人のために去りゆく
電車は行け、風を切って進め、目の前のコップの水を一息に飲み干せば傷も癒えるし、そりゃ体の存在越えて行け、そこを越えて行け、それを今はまだ人生を人生を語らず、今はまだまだ人生を語らず、目の前にもまだ道はなし、越えるものは全て手探りの中で、見知らぬ旅人に夢を与え、越えていくそこを、越えていくそれを、今はまだ人生を人生を語らず、越えて行けそこを、越えて行けそれを、今はまだ人生を人生を語らず、chồng chinh chiến miền xa xăm.
gái nhỏ hậu phương mà chết người em gái tôi thương. Đời tôi là chiến binh rừng núi, thương ngày qua những đôi hoa xinh thấy cành xin tím thương vô bờ. Tiếc người em gái không còn nữa, tại sao nàng vẫn yêu màu tím, màu buồn tan tác phải không em? Để chiều xin tím hoang biên biển, để mình tôi khóc chuyện hoàng. Chết người em gái tôi thương. Đời tôi là chiến binh rừng núi, thương ngày qua những đôi hoa xinh thấy cành xin tím thương vô bờ. Nhớ em gái không còn nữa, tại sao nàng vẫn yêu màu tím, màu buồn tan tác phải không